札幌市中央区の創作フレンチのレストラン。この店を訪れると出迎えてくれるのはスタンダードプードルのロッキーくんです。かわいい。ロッキーくんはお店がオープンする午前11時前に出勤。おやつをあげるとお手、おかわり、そして伏せ。常連客が来ると大喜びでお出迎えです。すごい。そうです、ロッキーが好きでずっと触って寝たい感じの触り心地です。ここが特に常連客が来ると熱烈歓迎のロッキーくんですが、お客さんが食事の時は近くで見ているだけ。その辺はわきまえているようです。さすが看板犬のロッキーくん。今は週に一度ほどの勤務ですが、出勤日はお店のインスタで知らせてくれるということです。ロッキーに会いに来る方もすごくいらっしゃいますし、だいたい写真を撮って帰られるような感じですね。倍ぐらいは来ていただくこと多いかもしれないですね。美味しい料理とロッキーに癒されに来るお客さん、そんなお客さんを今日もロッキーは待っています。